はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今ね、パソコンの、エクスプローラーで、PC っていうフォルダを開いてます。これがね、たけし農場の、ノートパソコンなんですけど、 NEC のラビエの750なんですけど、PC のフォルダをエクスプローラーで、開いてます。で、今ね、USB には、この SP エッジドライブに SPHOLB かな、ちょっと老眼でよく見えない今ノートパソコンで見てるんでね、よく見えません。それと、携帯の、シンボルがあると思うんですけど、これがね、USB でつながってます。で、こちらはハードディスクですね。これ開いてみましょうか。はい、こんな感じでハードディスクの方はファイルが見られます。で、なぜかわからないのですが、よっこいしょ。こちらのね、携帯の方の、フォルダを開こうとすると、ファイルを開こうとすると、なぜか何も見えないと。この機械だけなんだよね。だから昔の古い、ビデオカメラとか、ハードディスクとか、そういうものはね、見られるんですけども、最近、2、3年前の、携帯だけは見られないという事象が今起こっちゃってます。で、原因がわかんないんですけどね。ただ考えられる原因っていうのは、USB の規格がもしかするとなんか絡んでんのかなと。で、今 USB の 3 ですかね。USB の3まで来てると思うんですけど、多分、今これつながってる NEC の、ラビエのね、LL750 は、まだ、USB の3が出てなかった時代の、もしかすると機械なのかなと。その辺がね、OS はバージョンアップしても、パソコンの方のね、ハードウェアはバージョンアップできませんので、その辺が引っかかって、この新しいバージョンの、携帯だけファイルが読めない状態になってんのかなというふうに、自分は勝手に考えております。実際原因はわかんないです。で、今ね、この、はい、携帯もね、一応、予備のカメラとして使ってますので、時々ね、大きい、今、ソニーのね、α58 っていう一眼レフで動画撮ってるんですが、それを持っていかなかった時などは、携帯でね、ちょこちょこっと撮ってるんですが、それが、パソコンに取り込めません。ノートパソコンの方にはね。ただ、ディスクトップの方もまだ生きてるんで、ディスクトップの方は、取り込めるんでね、ディスクトップの方で取り込んで、ハードディスクへ入れて、こちらの下の方ですね、下のこのハードディスクに入れてデータを持ち歩ってると。この携帯のデータに関してはね、そんなちょっとやりにくいんですけどね。あと一つの方法は、自分の部屋のね、ディスクトップの方を電源入れっぱなしにしてね、ファイルサーバーみたいな感じで使うってこともできるんですが、ほとんど使わないね、パソコンを24時間ファイルサーバー代わりに使うっていうのも、ね、もったいないんで、どうしたものかなと思ってね、もしね、こんな症状がうちでも出てるよとかね、こういう方法で回避できるよなんていうね、アドバイスがございましたらね、ちょっと教えていただけるとありがたいなと思
言いまして、この動画を作りました。で、今のところね、ファイル読み込めないのはこのノートパソコンの古い 2台だけです。まあ比較的新しい方のパソコンはね、読め込めてますので、この携帯がね、この携帯が調子悪いのではなくて、まあパソコンがこの携帯の規格についてがないのかなと思っております。はい、そんなわけで、こういう動画を作ってみました。最後までお付き合いありがとうございました。